マインちゃんの愛称で知られる女優の福原遥香さん。実はマインちゃんに抜擢されるまで福原さんには重大な悩みと葛藤があったそうです。幼いながらに家族会議が開かれるほど思い悩んでいたこととは一体何だったのでしょうか経歴と共とに見ていきましょう。福原遥香さんのプロフィール。本名。 福原遥生青年月日、1998年8月28日。出身地、埼玉県川越市。身長、159センチ。血液型、A 型。学歴、日の出高校、芸能コース。所属事務所、検温。 経歴福原遥さんは幼い頃友達がダンスを習っていたのを見て自分もダンスをやってみたいと思い紹介してもらったのが芸能プロダクションだったそうです習い事感覚で芸能事務所に所属した福原さんですが同年にテレビドラマ恋の時間で主要人物の幼少期を演じ女優デビューを果たしました2009年から NHK の子供向け料理番組、クッキンアイドル、アイマイマインにて、ヒーラギマイン役を演じ、一気に人気を博します。この番組をきっかけに、マインちゃんの愛称で親しまれるようになりました。2013年3月まで4年間にもわたり、マインちゃん役として活動し、アイマイマインは自身の代名詞的な作品になりました。 本人にとってもこれまでの芸能活動の中で一番楽しくて印象に残っている番組だそうで、またいつかマインのスタッフさんたちと仕事がしたいですとコメントしています。これまで芸能界での仕事は習い事感覚なところもあった福原さんですが、マインちゃんとして活動していくうちに女優や声優として活躍していきたいと思うようになりました。 本格的に女優を志すきっかけとなったのは、2011年の NHK 連続テレビ小説、お日様に出ていた、同じく子役出身の井上真央さんの演技を見たことだそうです。福原さんは、井上さんが主演を務めたドラマ、花より団子が好きで、何回も見返していましたが、お日様では全く違うタイプの役を演じていたのを見て、私もあんな女優さんになりたい。 自分もこうやって人に何かを与えたり、笑顔にできる人になりたいと思ったそうです。2012年にはファッション雑誌ピチレモンのオーディションで約9000人の中から選ばれるグランプリ4名のうちの1人に選ばれて晴れて専属モデルとなりました。モデルになった当初は先輩モデルのようにうまくポージングができず涙することもあったといいます。2017年にはテレビアニメ キラキラプリキュアアラモードにてオーディションを勝ち抜き、キュアカスタード役に抜擢されました。福原さんは同シリーズを第一作から見ていたそうで、プリキュアを見て育ってきた世代なので、プリキュアと一緒に人生を歩んできました。だからオーディション合格と聞いた時は本当に嬉しかったし、プリキュアになる夢がまさか叶ってしまうとは思わなかったですと述べています。2018年にジョジョ園で 映画初主演を飾ると、同年にはテレビドラマ、声ガールで地上波の連続ドラマ初主演を果たしました。2019年には大ヒットドラマ、3年 A 組、今から皆さんは人質ですに出演し、追い詰められて号泣するリアルな演技で話題となり、女優としても評価されるようになります。同ドラマでは3ヶ月間、刺激的な撮影期間を過ごせたそうで、 須田まさきさんと共演し、こんな俳優になりたいと思ったと語りました。また、映画、かけぐるいでは、狂気的な女子高生役を演じるなど、マインちゃん時代のイメージとはかけ離れた役を演じ、大いに話題を呼びました。さらに、2019年公開の映画、4月の君、スピカで主演を務めると、同年に未完成な光たちで歌手デビューを果たしました。 2020年には22歳の誕生日に YouTube チャンネルを開設しています。弟思いの一面。福原さんは両親と弟の4人家族で、弟をとても可愛がっているようです。弟の好きな料理を作ったり、鎌倉まで弟と一緒にサイクリングに行ったこともあるのだとか、弟の誕生日には早く帰って、 大好きな弟の誕生日をお祝いしたいとブログに綴るなど、優しい姉の一面を覗かせています。子供ながら思い悩んだこととは曖昧マインで子供から大人まで幅広い世代の人に認められ、大活躍していた福原さんですが、実はマインちゃんのオーディションに落ちたら芸能界を辞めようと思っていたと明かしています。その理由は、 マインちゃんのオーディションを受ける直前、2ヶ月にわたって撮影が続き、だんだんと小学校の授業に追いつけなくなっていたことでした。これ以上芸能活動を続けると、学校の勉強との両立が難しくなってしまい、学業も仕事も中途半端なままではいけないと思い悩んでいたのです。そこで芸能活動に区切りをつけてやめるか、それとも続けるのかを家族で話し合うことに。 結果、マインちゃんのオーディションに落ちたら芸能界を引退するという決断に至ったのです。さらに、小学校1年生で芸能界デビューした福原さんですが、人の目も見られないくらい人見知りだったそうで、自身では芸能界には向いてないだろうと思っていたとも語っています。このように学業と仕事の両立と自身の性格を考えて悩んでいたときに、 マインちゃんのオーディションに見事合格。人見知りな福原さんでしたが、番組を開始する前にスタッフが一緒に過ごす時間を作ってくれたそうで、ゲームをしたり、レッスンをしたりと仲が良い関係を築いてくれたおかげで、初回から楽しく収録できたと明かしています。画面上ではいつも笑顔で撮影していましたが、当時はまだ11歳だったため、 初めてのことを経験しながら、時には涙をこらえて、撮影に臨んでいたこともあったそうです。負けず嫌いな性格。福原さんは幼い頃から負けず嫌いで、悔しいことがあるとすぐに泣いてしまう性格なのだそうです。なかなかできないことがあるとさらに燃えてしまうタイプで、泣きやんだらすぐに切り替えて、練習に移ると語っていました。 プリキュアの声優を務めた時には初めてのアフレコの際、ベテラン声優たちの中で声優経験のない自分だけがうまくできずにとても悔しかったと言います。収録現場では涙をこらえ、家に帰ったら一気に号泣してしまったと明かしていました。女優として躍進している現在も自分の芝居に納得したことは今まで一度もないと言い、作品に挑むたびに悔しい気持ちを抱いていて、 それがかえって原動力になっているそうです。今でもマインちゃんと呼ばれることが多い福原さんですが、マインちゃんの愛称で呼ばれることは本当に嬉しいそうです。マインちゃんでの経験は宝物のようだと話し、小さい頃から仕事をしてきた経験を生かして、これからもそれを超える代表作を作り出したいと語りました。ルックスの可愛らしさだけでなく、演技力も評価されている。 福原遥さん。優しい雰囲気の裏に負けず嫌いな性格があったとは意外でした。マインちゃんになっていなければ芸能界を辞めていたと思うと運命を感じますね。これからも原点を胸に女優として活躍していってほしいです。あなたはどう思いましたでしょうかマインちゃんに抜擢されてよかった。 と思った方は高評価をお願いしますまたこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょうチャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします最後までご視聴いただきありがとうございました